はい、どうも、寺子屋さり、寺子さでございます。今回からですね、国家試験である保育士試験について、語っていこうかなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。で、保育士試験に関しましては、まあ、10科目あるんですけども、そのうちの一つですね、社会福祉分野、社会福祉科目について、今回は語っていこうかなと思っております。で、まずその社会福祉分野の中のですね、一つ、福祉の歴史と理念について今日は語っていこうかなと思います。まあ、世界レベルのお話で、福祉っていうものはどういうふうに考えられてきたのかっていうところのお話ですね。ちなみに、この福祉っていうものは、何なのかってお話なんですけど、ざっくり大きく言えば、困っている人がいたら助けるよねっていうような考え方っていうのが福祉になります。特にお金、などから始まるような、お金がないんだったら生活保護とかね、老後困らないために、年金制度を拡充するとか社会保障制度云々かんぬんっていうのが、まあ、福祉ですよとようなイメージ、まあ、ざっくり、そんなお話なんですけども、これいつから始まったのかっていうお話なんですね。時代はエリザベス1世の時代。今イギリスのですね、女王はエリザベス2世なんですけども、その、一世代前、エリザベス1世の治世下のお話なんですけども、この時ってイギリスがですね、すごい発展していく時期、まあ、1600年ぐらいですね、江戸時代ですね、そんな時代で資本主義というものが確立される時代ですよね。資本主義っていうのが確立される、時代の時に、稼げる人は稼げるけど、稼げない人は稼げないっていうようなですね、社会格差っていうものが、まあ、この時代生まれていきましたよと。で、どんどん貧困に陥って、まあ、犯罪を犯したりとか、死んでしまう、病気になってしまうという人がね、増えていったんですね。その人たちを救うために、救貧立法っていうものが、まあ、この当時ですね、エリザベスの時代に、どんどん作られていきます。まあ、その集大成は1601年にですね、エリザベス救貧法というものができるんですけども、まあ、どういう内容かって言いますとですね、お金を持っている人から給品税を徴収し、労働能力がない貧困者の生活を、まあ、扶養する、助けるというような貧困行政をしなさいよっていうような法律ができましたよと。まあ、これ、しなさいよって言っても、まあ、基本的に、まあ、その、税金を取って、その税金を、まあ、貧困層に当てて、まあ、公平に測るというようなものが、エリザベス給品法です。お金で、どうにかしよう。で、困ってる人を助けようってしたのが、この、福祉の始まりです。で、まあ、お金でどうにかなるのかって言ったら、やっぱならなかったりとかするんですよね。環境が変わらなければ、お金あってもしょうがないっていう風になっていって、COS っていう組織が出来上がっていきます。COS っていうのは、The Charity Organization Societies の頭文字を取って COS なんて言います。やっぱお金じゃなくて、人が何か行動して、助けなきゃいけないっていう風にですね、ジョージ・ゴッシェンさんは考えるわけですね。その中でロンドンでですね、その、慈善事業をやっている人もいるんですよね。その人たちを組織化して、保護して、かつ、その人たちを、社会福祉政策の方に、回していくっていうような、考えが、根付いてくるようになってきます。施しではなく友人をっていうね、スローガン、標語があります。お金じゃなくて、やっぱ仲間で助け合っていかないと貧困っていうのは解決できないよね。貧困はお金で解決できないわけではないけれども、それだけじゃ解決できないということですね。なので、まあ、ソーシャルワーカーって今言いますけども、まあ、そういう人たちがですね、訪問して大丈夫ですかって、もし仕事なければ紹介しますけど、お金で困ってるんだったら、こういう制度があるので利用してお金を、ね、手に入れませんかみたいな話とかね。あとは、その、ね、いろんな聴覚障害とか、障害者の方とか高齢の方に対しては、こういうようなことで、サポートできますよ、みたいなことをですね、まあ、訪れて調査して支援活動を行っていくっていうのが、だんだん、社会としてできていきますよ、と。まあ、イギリス、ロンドンでね。お金から、サポート。
ソーシャルワーカーっていうような概念が出てきましたよっていうところ、よろしいでしょうか。お金から施しへ、違う、施しから人による絆、サポートになっていきますよと。で、ここにですね、大学が張り込んできます。貧困改善政策にですね、有識層が入ってきて研究がなされるようになっていきます。これによっていろいろ変わってくる、改善されていく。今僕たちが受けられるような社会福祉制度っていうものが、全世界に広まっていくっていう形になっていきます。これを覚えてほしいのが、セツルーメンとリンポ事業なんていうんですけども、バーナード夫妻ですとか、こう右に映っているアーノルド・トインビーっていうね、人たちが尽力してですね、こういうことを考えたんです。イギリス東部にですね、スラム街、いわゆる貧困層の人たちが集まるような街があるんですね。そこにですね、大学教授と、大学の学生が移り込んで、もしくは一緒に生活するんですね。スラム街の住民と一緒に生活を共にしながら、何の環境を改善していけば、貧困から脱することができるのかっていうのをですね、大学ベースで考えていくことになります。そこで、社会改良運動ですとか、貧困層の教育、を行っていって、どんどん研究されていくようになっていきます。一応、有名なものとして、最初のセツルメントハウス、そのスラム街の人たちと一緒に住むっていう、施設があるんですけども、それをトインビーホールなんて、言います。これ有名なのでね、アーノルド・トインビーと一緒にですね、覚えていただければなと思います。そう。まずは、その女王というね、国家がお金で解決しようとした。で、民間が、COS などを作って、サポートをしていく。で、かつ、それをもっと合理的に、論理的にですね、解決できないかって、大学が入ってくる。そういった形で、福祉っていうものがどん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 社会に定着していくようになっていきます。で、どんどんね、社会の有識者が入ってきて、経済学者が次に入ってくることになります。で、貧困調査っていうものをどんどん行っていきます。ロンドンではブースっていう人、ヨークではラウントリーという人が貧困について調査していくことになります。で、貧困とはどういうことからできるのかっていうのをですね、研究し始めます。で、結論として、貧困は雇用問題などの社会経済的要素に基づくことが多いと。で、雇用できない、もしくは雇用しても100円しか稼げないみたいな、そういうような労働環境、雇用環境が貧困を生むんだと。資本主義、の中で搾取されている人がいるから貧困というのができるんだよと。だから、肉体的能率維持のための最低生活水準は、決めなきゃいけないよね。その中で、計算式などを使ってですね、貧困線というものを、考えるようになっていきます。どこの水準で貧困になるのか、どこの水準を超えれば、普通の生活ができるのかっていうようなことが研究されるようになっていきます。で、その中で、ウィリアム・ベバレッジ、この右側に映ってる人ですね。この人が、ベバレッジ報告っていうものを1942年に挙げることになります。このベバレッジ報告、ものすごい重要です。世界的に社会福祉っていうのは何なのか、国家がどういうことをしなきゃいけない、福祉国家とは何なのかっていうのをですね、考えるようになっていったきっかけになったのが、このベバレッジ報告です。一回話、振り返らせていただきます。まず、エリザベス女王、エリザベス1世ですね、から始まり、民間 COS が入り、学生が入り、そして、上層知識層、経済学者が入り、そして、その中で最終的に結論付けられた、ものとして、貧困層っていうね、ざっくりしたものではなくてですね、ウィリアム・ビバレッジがこの報告した理由として、5つの巨人薬を改善させないと、誰でも急貧といいますか、貧困に陥りますよということを報告したんですね。5つの巨人薬っていうのは何なのかってことなんですが、括弧に書いてあります。
窮乏、まあ、お金がないことですね。疾病、病気ですね。無知っていうのは無学ってことですね。不潔っていうのは衛生面ですね。怠惰っていうのは気持ちですね。これが発生してしまうと、人は貧困に陥ってしまう可能性が高いということですね。だから国家というものが、生まれて死ぬまで、いわゆる人の人生に対して介入してですね、ゆりかごから墓場まで介入して、人生を通した社会保障制度の整備をしなければならないんだということをですね、報告したのがウィリアム・ビバレッジ、略してビバレッジ報告なんていうことになります。これで社会が動き出していきますというところですね。よろしいでしょうか。で、一応覚えておいてほしい概念2つ紹介しますね。ナショナルミニマムっていう言葉ですね。これを覚えてください。これどういうことなのか。ナショナルっていうのは国家、ミニマムっていうのは最低限っていう意味ですね。まあ、いわゆる国家が国民に最低限の生活水準を保障することをナショナルミニマムっていうふうに言います。このビバレッジ報告から、じゃ何を保障するのかっていうね、その5つの巨人悪に侵されないために、どうしたらいいのかっていうところを考えたら、この4つですよと。まず教育、無知をなくそうぜっていう義務教育、教育を受けて水準が上がっていけば、お金になるような仕事を生み出すことができますよと。で、労働者として働いたときに、で、1日100円とかね、1日500円っていう時代、日本もあったんですよ、昭和の時代。それだったら貧困から抜け出せないじゃないと。資本家だけ儲かって働く人はもう100円とか200円でいいんだっていうようなことでは困ってしまうんだと。だから最低賃金1日いくら、1時間いくらっていうのは必ず決めて、貧困に陥らない金額をちゃんと確保しましょうねっていうふうなお話になってきてるんですね。で、かつ、じゃあ最低賃金決め、1時間いくらって決めたから24時間働かせるぞなんていうのもおかしな話で、で、人間って働ける時間で決まってるというか、それ以上働いちゃうとですね、精神的にも疲れるし肉体的にも疲れてしまうんだよと。だから労働時間の上限を決めましょうよ。最低水準っていうものとして8時間以上働いちゃいけませんよと。週40時間しか働いちゃいけませんよ。残業は何時間までですよみたいな形の労働時間の上限を決めましょうよと。で、かつそれを決めたとしても、その環境が8時間働いたところで安全じゃなければ死んでしまう、ね、死ななくても手足を失ってしまうような事故が起きてしまったら、もう働けなくなっちゃうじゃないですか。そしたら貧困になってしまうんで、かつその不潔な状況下で、働くと、病気になってしまいますよね。そしたら働けなくなっちゃうじゃないですか。で、貧困になっちゃいますね。だから安全や衛生基準を設けて、病気にならない、事故にならないような労働環境下で最低賃金、貧困にならない最低賃金を守って、知識をつけていこうぜっていう、これが国家が国民に最低限の生活水準を保障することだというふうにですね、ウェップ夫妻という人が、まあ、提唱をしましたよっていうところは覚えておいてください。義務教育、基礎的な教育があれば、変な仕事に就かなくなるし、最低賃金を決めることによって貧困から脱出するし、労働時間の上限を決めることによって肉体的精神的に病まなくなりますよと。で、安全衛生基準で病気にもならなくなりますよと、ね、これが保障されるっていうことがナショナルミニマムなんだと、いうことだっていうことは覚えてください。最後、福祉国家っていうのは何なのかってことをまとめるんですけども、積極的な国家による社会経済政策によって国民全体の福祉の実現を図ることが福祉国家ですよと。今まで、積極的じゃなかったんです。やっと積極的になったのが、まあ、戦争が終わる3年前のお話でね、ワールドワーセカンドが終わる3年前に福祉国家という概念ができましたよっていうことは意味しておいてください。お金だけ、あげても意味がない。サポートをただざっくりしてても意味がない。だから基準を決めるんだ、ね、もしくはスラム街の人たちの気持ちを理解するんだという学生が入って、経済学者が入って、でいろんな報告で、で有識層が基準を作って、それを国家が利用して、国家が国民をそういうお金と施しと、いろんな基準で守るんだっていうような価値を取る、これが福祉国家なんだよっていうところはですね、
ちゃんと覚えておいていただければなと思います。ということで、世界的にですね、福祉国家っていうものが、福祉っていう概念が確立しましたよ。じゃあ日本では福祉制度っていうのはどういうことをやってきたのかということについてですね、語っていこうと思いますので、この動画がためになったという方は高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。またね。